ではこんばんは、山梨発虫ネタアコポップバンドピヨピヨクラブでございます。今日は山梨松戸へんてこ祭りに お招きいただきありがとうございます。ですね、先ほどですねゲルさんがですねダンゴムシの歌をですね歌っていたようにですね、まあ、私たちはですねあの虫のネタをですね、バカだけを歌っているバンドでございますが、ゲルさんはねあのダンゴムシ以外も歌ってましたがですね、あの1匹目はですね皆さん七不思議にしましょう。そこら辺のですね木の枝を掴んでですねキャンプファイヤーをしようと思ったらですね、七不思議だったという苦い経験皆さんあるかと思いますね。そんな七不思議のですね木の枝に似てるという以外 の生態もですね、見てですね私はまるで忍者のようだと思ってですね歌にしてみました。七不思議忍法帳。これ木の枝かいや七節
まあ、こんな感じですね、へんてこ祭りにふさわしいような、虫ネタをお届けしているぴよぴよクラブでございますがですね、2匹目はですねカミキリムシでいきましょう。カミキリムシはですね、なんでカミキリムシというか皆さんご存知でしょうか。髪を切るからカミキリムシでございます。そのカミキリムシをですね、皆さんですね頭に乗っけたりとかですね、あのヒゲを剃ろうと思ったらヒゲにねヒゲ剃りに使ったりとかね、そんな武将者の男と組み合わせて歌にしてみました。カミキリカミキリムシ、ワン、ツー、スリWe're gonna make it.
神切り虫でした。ですね、こんな感じですね、矢継ぎ早に2匹お届けしましたが、3匹目はですね、皆さんご存知、マイマイかぶりでございます。マイマイかぶりはご存知ですか？ですね、カタツムリのですね、殻をかぶってですね、まるでね、仮面をかぶったようなですね、食べ方をするオサムシの一種でございます。それがですね、そんなマイマイかぶりを見ててですね、私はですね、仮面武道会に出かけていくんじゃないかなとちょっと思ったわけですね。これそんなですね、マイマイかぶりのですね、仮面武道会マスカレードを曲にしてみました。そこでですね、真ん中にですね、ちょっとですね、サビになるとですね、簡単な拍手がありますので、皆さんお手伝い願えたらと思います。いきますよ、せーの、タッタタッタタッタッタ、こんな感じですね。もう一回いきますよ、せーの、タッタタッタタッタッタ、これがですね、サビになると永遠に続きますのでですね、皆さんね、どこまで耐えられるか、耐久レースでございます。耐久レースのマイマイマスカレード。歩き出す片つむりまとめに閉じて、目の前の私はおさむしで通り名前ここにマイマイかぶり、はい、タッ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 、マイマイカーボール。